はい、それでは始めたいと思います。本当、皆さん、今日はお忙しい中、お時間を作っていただいて、お集まりいただきありがとうございます。今日は、この先日、折り込みをさせていただいた令和5年度の議会の報告だったり、また今抱えている課題だったり、あとはこれからこれを何とかしたいということだったりを皆さんと分かち合って、皆様からもぜひいろんなご意見をですね、寄せていただいて、次の姿勢に生かすということをやっていきたいと思います。そして今回は特別ゲストとして、川田竜平参議院に見出していただいております。どうもありがとうございます。先ほど国会が3時まで、今日はなんか総理の基調報告アメリカ行ってきて帰ってきた総理の基調報告と質疑っていうのが先ほどまでありまして、でそれを最後まで聞いて、そこからタクシーに飛び乗って空港から来ていただいてっていう、すごいさっきまで気にっていう感じの来れなきゃ続けたいですでしたね。ずっと頼んだんですけど、今日はわざわざお越しいただきました。よろしくお願いします。今日はということもあって、川田議員がハードモニターズ取り組んできた、ワクチンの問題だとか、あとは風車の問題とか、いろいろやっていただいてるんですけど、やっていらっしゃるんですけど、そのあたりも、皆さんと、共有する機会があったかなと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、私のプレゼン、川田議員の、プレゼン、それで皆さんとの質疑応答みたいな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、早速なんですが、私の報告からさせていただきます。で私はこの鶴岡市政で、何をしたいかというと、持続可能って言える社会を作りたいっていう、それが今の目標です。持続可能っていう社会ってどういうものなのかっていうと、実はちょっと難しい定義がありまして、4つの条件があります。で持続可能な社会って、まずは地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない。で、もう一つは人間が作り出した物質の濃度が増え続けない。でもう一つが自然が物理的に劣化しない、これ生物多様性を尊重する。でもう一つは人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることはしないっていう、これが4つの定義なんですけど、この基本的なニーズというのには、生計を立てることもそうなんですけど、人々を保護するとか、愛情だとか、理解だとか、参加、あとはレジャー、対話ということだったり、仕事をするということだったり、自由だったり、愛で、こういうのを基本的なニーズとして捉えて、これを妨げることはしてはいけないっていう、そういうのが持続可能な社会の定義っていうのがありました。これスウェーデンで編み出された定義なんですけれど、今SDGs っていうのが流行ってるというか、だいぶポピュラーになってきたんですけど、それはまさに持続可能な社会を満たすのはこういうことだっていう、新しい観点みたいなふうにも言われるんですが、基本はここにあるっていうのも思っていて、これちょっと深掘りすると長々となっちゃうんで、まずこんなことを目指してますよというところからお伝えしていきたいと思います。そして、もう一つはもういきなりバックキャスティングというやり方があります。目指すべき方向があったら、すべての投資をこっちに向けてどんどん行く、ここは未来だと思ったら未来から今を振り返って未来に向けて確実に歩んでいくって、これをバックキャスティングって言うんですけど、日本の政治が実はこれ一番苦手だって言われています。日本の政治はどっちかというとフォーキャスティングって今やれること、今やれるお金があって、今やれることをとりあえずやって、あれって言ったときに、それはなんか未来を目指してあった方向かなっていうのが、実は今の日本政府なのかなっていうふうに思ってまして、実はこの4月15日っていう日がもう迎えましたが、昨年の4月15日に、ドイツは脱原発を果たしています。
2011年に、17基あった原発が今ドイツでは1個も稼働してません。電気は今 50% 再生可能エネルギーになってます。でそういう社会を目指して脱原発を果たしたドイツに対して、日本というのは今何て思ってるか全然その脱原発どころの話じゃなくてっていうことになっているということで、まさにドイツはこのバックキャスティングで政策を変化させて、その確実に持続可能っていう未来に一歩近づいたっていう感じがしています。日本はどうもそう言ってないなっていうふうに思うんですけど、まあ、その辺の国政の話は後で川田議員にしっかりと皆さんにお伝えいただきたいと思います。で、今回私はこの1月1日、昨日、おとといもね、四国、高知、愛媛の方で地震がありました。もう今年は正月の元旦からこの能登半島地震があって、ね、去年、おととしの12月になった。そこは土砂災害から始まった正月だったんですけど、今年は、去年か、そうですね、ちょっと、はい。今年はこれから始まりました。で、震度7、震度6強、で、昨日震度6弱も起こりましてね、で、6強の七尾、輪島、珠洲、この辺が非常にまずいなっていうことになってて、なんとかしたいっていう思いで、この珠洲市に行こうっていうのが、を決めたのが1月の5日でありました。で、その時にいろんな方に呼びかけをして、カンダラ鍋の炊き出しをしようと決めて、本当鍋を提供してくださった方や、野菜を提供してくださった方や、あとは一緒に現地に乗り込んでいただける5人の方や、そんないろんな方々と一緒に行けたのが、このカンダラ鍋の炊き出しでした。で、珠洲っていうのはこういう風になってるんですけど、これが避難所の絵です。当時、そうですね、1月10日ぐらいで、3800人の方が避難されて、51箇所のこういう避難所がありました。で、300人のところ、1000人近いところ、いろいろあるんですけど、ここを、まあ、統括してるって言ったらいいか、調整してくれている NGO の人たちと調整して、この320人の緑岡中学校に行こうって決めて、そこに向けて、1月の12日に行こうって決めて行ったのがこの手です。で、まあ、鶴岡で災害ボランティアネットワークっていうのがありまして、どうもありがとうございます。そのメンバーと、あとは栄養士の方と、で、みんなで行きました。で、鶴岡からこの珠洲に向けて行くっていうと、まずですね、珠洲までいきなり行くのは難しいので、高岡っていう、富山の高岡まで行って、でそこで一泊して、次の朝から珠洲に向かおうと。で、珠洲まで何時間かかるのかなって、もう3時間かかる、5時間かかる、いろんな情報が飛び交っていて、じゃあ、まずその高岡まで行って一泊して、次の日、珠洲に入ろうって決めて、で、まあ、その高岡ので一泊した次の日に、4時にホテル出発っていうのがこの手です。で、まあ、このやっぱり、12日経ってましたけど、やっぱ道路がですね、途中寸断されたり、一応通ればしたんですけど、もう一本道になってるところ、渋滞の中にいたりとか、ことが続いてました。で、向こうには、実はこの190センチのある木村君っていうのが、実は私、阪神・淡路大震災の時に、彼の実は炊き出し隊長でやってくれた人で、で、彼も福島にいるんですけど、オープンジャパンっていう、実はそうですね、2011年の東日本大震災の時にみんなで立ち上げまして、その仲間たちが、迎えてくれて、一緒にこの炊き出しの支援をするということになりました。これノートのこんな状況です。で、これが緑岡中学校です。で、受付こんな感じでありまして、で、まずこの校長先生がね、この避難所を、まあ、統括している方なんです。まあ、ここでも何かがあったら、その学校が避難所になったりします。その時に、この校長先生の役割が非常に大きくて、そのまず校長先生に挨拶をして、で、まあ、これは千葉県
何人いるとこういうのがあって、で炊き出し供養来ますとかそういうのがあって、でその中の中で、一応ゼロが旗を立てて、炊き出しをしました。で、タンタラ鍋、まあ、ちょっと詳しい映像の方、後でというか、もし伺ったんですけども、みんなで、そうですね、9時から作って、もう非常に優秀なバーナーなんかもあって、で、12時半に、その、皆さんにお配りするっていう時間に何とか、合わせることができて、こんな形で炊き出しをしました。能登は結構そのタラを食べるところでもあって、やるかとタラ食べれてるっていう方とか、本当12日経ってもあったかいものまだ食べてないという方が結構いらっしゃって、冷たいおにぎりとか冷たいパンとかだけで、過ごされてる方がもういらっしゃって、本当に喜ばれました。でこうやって差し出して、そうだ、この鍋に実は市民の皆様から待ちきれに実はこの鍋を1週間ぐらい置いていただいて、皆さんからメッセージを書いていただきました。でこのメッセージもですね、ここ並んでる方が結構見てくださって、あ、なんかいろんなメッセージ書いてあるって言って、本当喜んでいただいたんですけども、本当みんなの愛の結集で、この鍋ができたという感じです。で、まあ、この避難所ですけれども、避難所で水どうするかっていうのは非常に大きな課題になっているんですが、この避難所はたまたまこういう浄水器があって、この浄水器をつなぐのはこの裏に砂防ダムがあって、ダムの水をこっちに引っ張ってきてということでやりくりできてたんですけど、他の避難所はその給水車を待たないと一日の暮らしが始まらない、そういう状況です。でここは運用こういうのがありました。であとは今回 その避難している現場で、いくつか見かけたのがこういう、トイレのトレーラーです。これトレーラーでトイレを持っていって、この中は非常にですね、水洗で中にこういうウォシュレットがついてて非常に快適なトイレ、これは東日本大震災では叶えられなかったものでした。でこういうのが、今回いろんな、地域ですね、後でもう一回出てきますけども、自治体でこういうトレーラーを、配備してて、それをこう緊急時にはどこかの、災害地に持っていくみたいな、こういうことができ始めていました。でもですね、この避難所の状況ってこうなんです。12日経って見た状況がこれなんですね。これですから、この地べたにブルーシート張ってこれですから、こういう感じなので、底冷えするわけです。底冷えもするし、まあ、ここ歩いてたらここもほんと振動がこう伝わって寝れない、こういう光景が、まあ、12日実はこのあと1ヶ月後に報告いただいてるんですけど、1ヶ月後でも同じような状況が続いてたっていうのがこの能登の現場でした。で、ね、これ耐えたんですけど、こういう状況です。で、まあ、避難所もいろいろなところにあって、これは市役所の向かいにある避難所ですけど、まあ、こういう状況で犬もここにいて、まあ、ペット入れてくれない避難所とかもあるから、まあ、たまたまペットも一緒にいて、だけど他の人のことを考えるとペットここにいていいのかなっていうのもありますが、こんな状況です。まあ、この状況はですね、実は阪神淡路大震災の神戸の時から全然風景変わってないっていう感じです。で、私たちはこの炊き出しの鍋と一緒にこういうダンボールベッドを持ってきました。これは市から提供された3つのダンボールベッド、市では実はですね、私たちも呼びかけて、1300のダンボールベッドを、備蓄しています。これ自治体では非常に珍しいことなんですけども、1300のダンボールベッドがあって、3つだけ物を入れるスペースがあるだけこう詰めてきて、これをこの現地に並べることができました。これ子供たちがいるスペースがこういう感じで、もうまあ座るところも何もないみたいな、そういうスペースにこれを作ってあげたらみんな喜んでくれて、こういうふうにこう座れるのがいいんですよね、こういうふうに。で、もう寝転がることもできるし、地べただけだとなかなかこういうふうに座ることもできないので、とても喜んで、走ることができました。まあ、さっきもトイレトレーラー、この鎌倉市
で、いつもあるやつ、これを能登の珠洲市の市役所の前に置いてくださって、快適なトイレって、こういうトイレが今あると思う。20自治体からこの能登の警察に来てました。で、まあ、災害対策本部こんな感じで、これ実は珠洲市長さんです。炊き出し一つだけ持ってきまして、喜んでいただいたんですけど、ほとんどここにいらっしゃる方はご飯も食べれず、でほとんどその寝てない、そういう状況が続くんですね。でそれでバタバタとその職員の方がバタバタと倒れていくっていうのを、私もその中越地震などいろんな現場で見てて、この支援者の方への支援も非常に大事なんだっていうふうに思っています。で、まあ、こういう、まあ、本当は地震起きたらこういうふうに帰ってたり、ここで緑色補修学校300人程度行って、さっき言った避難所の状況があったんですけど、まあ、この時社会福祉協議会の通知にあるんですが、皆さん被災されてて、これみんなで行って社会福祉協議会の方に行って、で彼は山形から行ってずっと支援してる方なんですけども、そういう方と交流して、でやっぱり食べるもの食べてないし、でここに炊き出しの残ったものを持ってって食べてもらって、ああ美味しい、久々に食べたみたいな感じになったり、あとは2台のダンボールベッドをここに提供して、女性スタッフがゆっくり休めるよ、そういうスタッフ、そういうことを確保しました。で、まあこういう地元に NGO の人たちが、これはもう震災の次の日から彼らも活動してますから、彼らがいてこそできた支援だったし、市民の皆さんの本当おかげを持って支援させていただいたということです。でこれ実は元旦の由良小学校の絵です。で今回その津波のその警報が解けなかったので、市民の方実は2400人、避難しました。で、中にはその用を越さなきゃいけないって方が、60名ぐらいいらっしゃって、でその中の由良小が一つ30人ぐらいいらっしゃったんですね。で地べた、体感地べたやばいでしょっつって、その職員の皆さんも一緒にじゃあ頑張ろう、ベッド並べに行こうっつって、11時半ぐらいかな、もう寝てた方もいたんですけど、なんとかその起きてる方の寝床を映してダンボールベッドに寝ていただいたのが絵なんです。でこうやって並べたり、まあ、運び込んで並べてこうね、こういうもんですよって、紹介をして、寝ていただいたのがなんですけど、本来これになってるべきなんですよね。2週間も1ヶ月も地べたって、本当先進国ここはっていう、そういうことで、早くこれはもう一日たたずとして鶴岡では出てきたんですけど、それを常識にしていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思います。でまあダンボールベッド、これエコノミークラス症候群もですね、こうダンボールベッドを早く使ったところは早く使ったところは陽性率が、低くて、そのダンボールベッドを補足から使ったところは、エコノミークラス症候群の血栓というのができやすくなっているという、これは医学的なエビデンスも出ていたりします。で災害関連死でいうと、熊本地震で223名の方が避難所避難しているのに亡くなっているんですね。で今回の地震でも15人の方がもう3月30日の時点で亡くなっている。これは先進国の避難所では絶対あっちゃいけないことです。で普通はありません。でもいろんなことが要因になって、こういうふうに亡くなってしまうっていうふうになるんですけど、こういう要因をできるだけ減らしていくというのは、そういった避難所でやるべきことで、私たちは清潔なトイレ、それと温かい食事、でベッドとプライバシー確保っていう TKB っていうのを掲げて、避難所の風景を変えようっていう運動とか、そういうことを、災害が起きるたびに、今やっています。でモデルにしているのは実はイタリアです。イタリアの避難所はこんななんですね。こういうふうに家族向けのテントがきちっと提供されます。でこの中にはちゃんとベッドが敷いてあります。でこれが48時間以内に提供されます。でこれ中には冷房装置、エアコン付きのテントがあったりします。であとコンテナのトイレ、この清潔なトイレが確保され、でご飯は災害食ってないんですよ。親しまれたパスタとかステーキが48時間以内に提供される。
これも法律で定められてまして、それが実践されるのがこの美味しいもの、実はもう提供されるのはイタリアです。で、まあこの今回もテレビで随分報道していただいて、この TKB ですね。これは私のこれ原点の講演で、ここにアイラっていう雑誌で書いていただいたんですけど、この時ボランティア元年という言葉をこの朝日新聞アイラにいらっしゃった外岡さんというジャーナリストの方が生み出してくださって、そう、元年から29年、もう来年で30年になるんですけど、この避難所の風景は変わらないっていうことを、これは中越地震の、これ私撮った写真なんですけど、中越地震の時こんななんですけど、2000人3000人も雑魚寝でした。で、中越地震の時は私たちこれ雑魚寝ないだろうってことでテントを集めて何百回提供したりこういうふうにやってたんですけど、まあ、こうやってね、こういうスペースがあると非常に楽になるわけで、で、まあ、こういうベッドの中で実験でやってました。で、まあそう、台湾でも地震ありましたよ。で、台湾の地震いきなりテレビでこれ朝のモーニングショーかで特集してたのが、お、台湾も3時間以内に避難所にテントが設置されて、あ、なんか段ボールじゃないけどベッドがあるじゃないかみたいな特集してて、これ台湾も昔地震があってその教訓にこういうの、もうこういう仕組みを作ったんですけど、いや日本だってもう地震大国ね、地震のありまくりなのにこの時間なんだって、これ食事はこんなんです。はい、なので、まあ、これはいよいよ教訓にしてこういう風景を叶えましょうというのをやんなきゃいけないなということで、まあ、今回の質問の一つはこれを、釣ろうかこの常識でいきましょうというのが私の質問でした。はい、で、もう一つ、今力を入れていることとして、この1年間風車問題が大きな騒動でしたよね。で、この風車の問題についても今回の議会報告で、2ページに特集を組ませていただいたんですけど、JR この鴨の風車は撤退させることができました。昨年の10月16日で、この三線、これが稼働して2年になります。で、実はもう一つ計画が進んでまして、三線やびきっていうところもまだ計画が進んでいる途中にあります。で、この状況をちょっとお知らせをしたいというふうに思います。で、この、これ皆川市長の中止を求める表明っていうのを、昨年の2月にしたわけですね。カモで、カモはまあ、これ後で言う、はい、カモは中止に至ることができたんですけれども、今矢引きでまだ進んでて、その問題は野鳥のこと、あとは風車の騒音のこと、あと土砂災害を引き起こす恐れ、まあ、こういうことが問題あるだろうということで、今矢引きもやめた方がいいよっていう、そういう提案をしています。で、これまず風車騒音のことなんですけど、これちょっと後でゆっくりちょっとやらせていただきます。環境省指針っていうのがあるんですけど、風力発電施設から発生する騒音が人の平衡に直接に影響を及ぼす可能性は低いと考えられるって、こういう環境省指針を出しているものですから、なんか風車騒音の問題なんてどうでも大丈夫大丈夫っていうのが事業者でよく言うことなんですけど、実はいろんな問題があって、そこについてもうちょっとお伝えしたいと思います。これぜひご覧いただきたいんですけども、これは北海道大学の先生と、あと、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、風車騒音と不眠症のリスクが、全国規模で1079名を対象にして調査された論文です。で、これでは41デシベル以上のグループで優位にリスクが上昇している、4倍、5倍になっていると。まあ、こういうことを考えると、まあ、もちろんというか風車騒音によって健康影響が生じるというのは、もうどちらかというと明らかなのではないか。これ、北海道大学の先生です。で、次出てくるのが大分の、風力発電所
の風車ではよく超低周波音が悪さをしているという話が話題に出るんですけれども、はい、聞こえる音も確かに出ているんです。実際にじゃあそれをたくさんの風力発電所で測ってみようじゃないか。で同時に、人体に何か影響を及ぼすとすれば、睡眠影響が一番影響出やすいだろうと、それを調べようと、そういうことを考えました。一方人への影響の方なんですが、私たちはある程度深刻なものだけを拾うような質問の仕方を開発しました。これは、国際的な精神障害の診断基準の中で、これぐらい頻度とか程度が、深刻であれば、不眠と言って良いだろうというふうな、程度であります。全国に3つの調査チームを編成して、東日本、中日本、西日本と、それぞれ、3年くらいに分けてですね、風車の周りの住民の方に、方のお家を一軒一軒回って、聞き取りをした結果であります。で実際に分析してみると、確かに、屋外の騒音レベルが高いところでは不眠の方が多いと、統計学的に優位に多いということが分かりました。外にですね、風車のような音源があってシュッシュッシュッと規則的に、音がしている場合には、睡眠に影響することがあって当然だろうというふうに考えております。よく眠れないという状況が、長く続けば何がしかの健康影響が他にですね派生してきてもちともおかしくないので、やっぱりこれは放置して良い状況ではないというふうに私たちは考えています。不眠があるかないか、1か0かのデータですね、1か0かに分けて、不眠が何倍くらい多いかと。この先生方はその環境省の指針がやっぱおかしいというふうに主張されていらっしゃるんですね。睡眠への影響は確実にある、そういう見解を述べてこられます。で、先ほど北海道大学の先生が作ったのはこういうソフトウェアなんですけども、実際この風車をこういうところに立てるとこういうふうに影響があるっていう、そういうソフトウェアを開発してくれました。で実際この、やびき、いやこれかもな、カモでやると不眠症になるのが39人いるっていう、そういうシミュレーションになりました。で、入眠妨害っていって、その寝入りがなに影響するだろうっていうのがこれでいくと1万6000人になっちゃうんですね。でそういう、こういう睡眠への影響についても、この議会の中で、いろいろ議論しました。ただ環境省の指針が先ほどの感じなので、なかなかこう相手にされないというのが課題でした。で、もう一つ問題の一つとして、この鳥居の問題があって、熊高のバードストライクというのが三世の風車で発生しました。で6月の24日に調査員が発見して JRE の報告がなんと7月28日これ2ヶ月どうしてたんだろうという感じがあるんですけど、その間に私たち6月議会で討論したりしてたんですけど、その時に熊高バードストライクがあったにもかかわらず全然報告がなかったんですね。まあそういう問題もあるんですけど、これ実は今、事後報告っていうこの調査をした事業者の報告が縦覧っていって、書面が役所のテーブルに置かれてます。でそのページの中なんですけど、実際に起きてますっていう、この熊高が風車に当たって亡くなってますっていう、その、調査の内容が、今、記されています。で、まあ、これは5月の15日まで縦覧で誰でも見れるし、今ホームページに公開されているので誰でもご覧になることができるんですけども、まあ、こういうことがあったのを踏まえてどうするかっていうことが事業者がやらなきゃいけないと。で、まあ、実際にここで当たってここに落ちて、ここから歩いてこの辺にありましたっていう、そういうデータがあるんですけど、でこれが実際その、事
長です。これでいくとここに建てようとしていて、ここにラムサル湿地の大山上池下池があるんですけど、ここの部分を1ヶ月1000万以上のマガンとかヒシクイとかコハクチョウが飛んでます。なのでここに建てるのはやめようと決断をしましたって、これが報告でした。で、彼らの報告でおっと思うのは、このラムサル湿地に飛んでくる鳥たちはこっちに行ってるのが多いんで、あんまここに関係ないみたいな話をしてるんですけど、ここは私、昨年と今年、毎週金曜日の朝に、大山上池を調査してまして、1000羽以上の、マガンが飛び立つのを見てますし、こっち側に行くのも見てますので、ちょっとそのまとめが違うんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあこれは実際池の映像こんなんですけど、ここにいるのが大ヒシクガンですね。で、このちょっと顔が白くて赤いっていうか、これがマガンって言います。マガンです。これは朝の6時ぐらいですかね。飛び立つ前にしかこれは撮れません。飛び立つ前に行って、撮ってるんですけど、これマガンって言います。マガンも美味しい人の天然記念物です。撃ってもいけないし、捕らえてもいけない。天然記念物で保護されています。で、こういうのはもう本当にたくさん来るのが、大山上池下池なんですね。こういう鳥たちの影響が本当必須ということで、このラムサル湿地から 1.5 キロなんかやろうとしてたカモの風車は撤退ということになりました。で、今ですね、ヤビキカモここなんですけど、ヤビサンデの八森のここで、ヤビキここなんですよ。で、ヤビキでやっても不眠症リスク71人とかなんで、カモより良かったです。で、住民妨害だと6500人とかになって、すごい膨大な方々に影響を与えかねないということが出ます。で、あとは先ほど言ったガンカモコハクチョウルート、ここなのでもうぶち当たるのは当たり前でしょうということなので、まあいいし、ね、カモでここにやろうとしたカモもこれも同じでまずいでしょうで、今あと時間からお見せしますが、この庄内海岸アルプスロード、この大山上下池、ここから歩いて八森山からずっと油道に抜けることもできるし、由来に抜けることもできる。これは本当ここ山好きな方が一人で切り開いてから始まって素晴らしい道ができてるんです。で、これみんなで庄内海岸アルプスロードって名付けて、保全もそうだし、本当この4月の初め、カタクリがものすごい咲くところで、今年そこを見てきましたけど、素晴らしい道なんですね。トレッキングもそうだし、あと、まあ、トレイルランニングにもすごくいい場所だなと思ってます。まあ、これはみんなで保全していこうよっていう、そういう取り組みも提案をしているところです。で、もう一つ、ちょっとこの鶴岡から離れますけど、今ユザでこういう問題があります。ユザの風車、これ洋上の、発電なんですけど、ここに広がります。これこのシミュレーションは今反対運動されている市民の皆さんが作ってくれたモンタージュです。この距離が2キロしかありません。で、この高さが東京タワーと東京タワーの特別展望台っていうのは250メーターの高さにあるんですけど、その高さと一緒なんです。で、坂田のあたりに風車いっぱいありますけど、それは2メガワットです。2メガワット。でもこの風車は15メガワットなんですね。坂田の風車が大体120メーターぐらいなんですけど、これ15メガワットなので、ものすごく大きくて、なんですけど、これ実は県が発表したそのモンタージュなんですけど、なんも全然こうイメージできないっていうのがよくて、私たち今まで見てたのはこんなんですけど、こういうものなんですね。それをここに建てようとしているのがユザの計画なんですけど、これ15メガワットの
くじゃん、これ人なんですけど、これブレードって羽だけでこんな、なんですね。で、ここの部分こんななんですけど、人こんなんで、こんななんですね。もうものすごく大きいんです。このものすごく大きいことを、ちゃんと剣とか、ユダの人たち、ちゃんと把握してんのかなって、正直思うんですよ。これやると、不眠症255人ってですよ。不眠症。やるとこんななって。だし、入院後は1万3000人とかなって、もう坂田の人たちも影響するし、っていうことになるので、問題です。これ2年前から実は県に働きかけてるんですけど、やめようとした。次に質問を、次の質問を取ります。これ、風車音の睡眠症影響、健康障害について質問します。今、再エネルギーの柱として風力発電開発が行われ、風車の大型化が進んでいます。大型化で言えば、陸上も以前は2メガワットだったものが4メガワットクラス。また今後、洋上風力は秋田で13メガワット、山形で15メガワットの計画と、超大型の傾向があり、洋上だと50基以上の計画が珍しくありません。それに伴い、風車からの騒音も大きくなると想定されています。そこで低周波を含む聞こえる範囲の風車騒音について質問します。風車騒音については2017年の環境省指針にはこのようにあります。これまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。この指針により国や自治体、事業者が風車騒音の健康影響を軽視してきたのではないでしょうか。風車騒音については2016年元国立環境研究所に研究員で、現在大分看護科学大学教授の影山孝之先生ほか、国内1000人以上の疫学調査結果の論文が発表されています。全国50カ所被験者1079名について不眠症の有病率を調べ、屋外騒音レベル41から45デシベルの暴露で不眠症の有病率が約5倍になっており、足を配っておりますが、風車騒音によって明らかに深刻な睡眠影響不眠症が生じていることを示しています。影山教授は、睡眠の影響は直接的な健康への影響である、また睡眠障害リスクの増大が示された騒音レベル41デシベル以上にならないように理学、距離を取ってすることが必要で重要と研究されています。で、まずこの2017年指針、直接的に健康影響が生じる可能性が低いというこの文言、見直すべきではないでしょうか。安全なこれ理学距離を定めるべきと考えますが、見解を伺います。柳本環境大臣政務官。お答え申し上げます。委員ご指摘をいただきました風力発電施設から発生する騒音に関する指針についてでございますけれども、騒音が頭痛、耳鳴り、高血圧、糖尿病等の直接的な健康影響を生じさせる可能性が低いことを表現したものとなっております。なお睡眠影響については同指針では騒音がそのリスクを増加させる可能性があると評価しているところでもございます。以上の評価のもとに騒音の評価の目安となる指針値は、指針値を睡眠影響を考慮して定めております。環境省としては引き続き騒音による影響の未然防止に取り組んでまいります。その上で環境省としましては、近年の風力発電施設の大型化や設置台数の増加の傾向を踏まえ、引き続き風車騒音についての知見の収集に努めてまいります。和田隆平君。はい、次に風車騒音の規制値について伺います。これ見ていただきたいんですが、日本の騒音規制の現状は残留騒音プラス5デシベルという指針値であり、この上限を定めたこのガイドラインや規制値がありません。日本だけないんです。でこれデンマークでは42デシベル、イギリスではプラス5デシベルのこの他に上限規制値として43デシベルを定めています。でこれ欧州 WHO の欧州地域事務局は2018年に風車騒音の勧告値を交付しています。でこの日本でも現行のプラス5デシベルではなく、しっかりと上限を定めた規制値を定めるべきではないでしょうか。見解を伺います。柳本環境大臣政務官。お答えいたします。指針策定以降もですね、文献調査を行ってまいりましたけれども、風車騒音と健康影響の明らかな関連を示す知見は得られておりません。繰り返しになりますけれども、環境省といたしましては、近年の風力発電施設のさまざまな変化に応じまして、引き続き風車騒音についての知見の収集にまずは努めてまいりたいと考えております。和田隆平君。資料を開示しておりますが、これデンマークではこれ風車騒音の
この影響回避のために離岸距離12キロを取ったとされる実例があります。秋田や山形の洋上風車計画の睡眠影響リスクについて、北海道大学田草里助教授が発表しているこの風車騒音のシミュレーションソフトで試算すると、山形県遊佐沖 2km に15メガワット風車が52基並ぶ現行の計画では、250名が不眠症になると試算されます。今こうした風車騒音による健康被害の問題は無視されたままです。昨年10月には名古屋大学の宮脇勝准教授が欧米の洋上風力発電の離岸距離を示した論文を発表していますが、ドイツ、オランダ、ベルギー、英国では政府が海洋計画を策定し、景観と生態系保護を目的に洋上風車の離岸距離として12海里、約 22.2km を基準にゾーニングし、デンマークもバッファーゾーンとしてこの 12.5km の離岸距離を確保しているとあります。10メガワット以上の風車を離岸距離 2km に建設するという、現在の計画は世界から見れば非常識です。健康被害リスクを考慮し離岸距離を確保すべきではないでしょうか。大臣一言だけ、厚労省として規制値がない中で騒音被害を無視したままではこのままだと多くの方に健康被害が生じます。そして結局地方に人が住めなくなります。厚労大臣、これ大丈夫なんでしょうか。厚労大臣、騒音に起因する不眠症の問題など騒音が健康に与える影響については報告がございます。厚労省が定める健康づくりのための睡眠指針2014では夜間の騒音は45から55デシベル程度であっても不眠や夜間の覚醒が増加することを示しております。またこの指針において周辺の音が睡眠には重要な環境因子であることから、良い睡眠のためには気になる音はできるだけ遮断するなど自分の睡眠に適した環境づくりも促しているところであります。騒音による健康への影響を防止する取り組みは重要であります。本年度に予定している睡眠指針の改定にあたっても音も含めた環境づくりについて検討を行う予定としており、関係省庁とも連携しながらですね、そうした対応を図っていきたいと考えております。大変ありがとうございます。ぜひこの睡眠障害についてですね、もっと積極的に厚労省から他省庁に働きかけて、この離岸距離をしっかり取ると付帯式でやればできますので、付帯式で国際的標準の離岸距離22キロを取るべき、そういったことをぜひこれから計画の中で変更していただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。国会で初めて風車騒音の議論ができたというのは昨年の5月16日、川田隆平議員の質問でした。厚生労働委員会で、大臣に答えてましたけど、そこで初めてこの風車騒音の問題、取り上げることができました。取り上げました。で、後でまたちょっと深掘りしたいと思うんですけど、あとはその鳥の問題でいうと、これ実はですね、山科研究所って鳥の研究のところが、今鳥にこう発信機をつけることができて、それでこう通った鳥のその道をそのまま表したりです。これはもうリアルですけど、本当ここを通って、ここは秋田の由利本荘ですけど、ここら辺庄内ありますけど、今大潟村あたりがですね、もう本当一大拠点になってて、ここに今風車どんどん建てようとしてるんで、やばいでしょことと、以前はバードストライクで鳥が当たるなんて、そんなないんでしょって言われてました。でも、もう去年の段階でもう608羽ですね、全国で当たってるって分かってます。で、オジロワシとかが80羽、北海道で当たってるってのが分かってて、これ非常に大きな問題になってきています。で、こういうルートがあるので、危険ですよって。で、離岸距離のことで言うと、みんなこの 22.2km がもう標準になってて、これイギリス一番初めは2メガワットとかのすごいちっちゃいやつがこの辺でしたけど、もう標準で 22.2km、デンマーク推進先進数 12.5km、 中国でも 10km 以上話してるという現状です。で、台湾非常にですね、フルカスで力入れてまして、この辺から立ってるんですけど、14メガワットの風車はこれ35キロや40キロ離れてます。これは台湾はここ遠浅なんで着床型でできるんですけど、でカリフォルニアでも実はあって、これ25ギガワットのものすごい
15メガワット級を150機ぐらい作るんですけど、これは35キロからします。で、去年エンド議員と一緒にこの浮体式の風力発電を見てみました。これは長崎の五島市、五島列島のところにあります。これどうなってるかというと、この水深の水の下がこういう風になってて、プクプク浮かんでるんです。船と一緒に浮かんでて、こうアンカーで止めておくっていう感じです。で、実はこの構造もこの辺からはコンクリートでできてて、実は地元の業者が、コンクリートの業者がこれ仕事になってました。で、こういうのを落としておられています。これだと水深がもう何百メートルでもできるんです。で、ユザの風車は着床型といって、ここタワーでこの地面から立ち上げるのに、そういうところで、まあ、5キロで大体50メートル近く行っちゃうので5キロで限界ということなんですけど、浮体式ってこういういろいろありまして、こういう形、こういう形、みんなこうアンカーになって、こういう浮体式の風力発電になってます。で、まあ、日本の海域実は 98% すぐもう全部どん深なので、すぐ深くなっちゃうので 98% が浮体式用の海域という。これはもう長崎大の先生に去年いろいろ教えていただいたことなんですけど、あとその浮体式だと地震とか津波に強いと思います。あとはその沖に出せば沖に出すほど風力が強くて、これ風力2倍だと発電量8倍になるって、これ風車の法則があるそうなんですけども、そういうことなので、風力が強い沖に出した方が稼げるということですね。なので、それを踏まえると、浮体式の洋上風力の可能性が非常に高いということを踏まえました。で、まあ、これからの課題としては、この、まあ、先ほどからもお伝えしたことがあります。で、ここで私たち学んできたのは、この日本の問題として、海洋空間計画っていうのをいろんな各国立ててるんです。それは何かっていうと、軍事面もそうだし、海地もそうだし、こういう生態系のこと、通りのこと、あと漁業調整だとか、そういう調整を現場に投げてるのは日本だけだし、みんな国の責任で、それはもちろんいろんなその関係者がそのテーブルを作ってそこで議論して、国の責任でここは漁業、ここは哺乳類、海洋哺乳類にやばいからとか、こっちは軍事、それをまさに12回じゃなくて200回まで EZ までそのゾーニングというか、ここはここですよっていうのを国の責任でちゃんと決めてるっていうのが諸外国の現状で、それはできてない日本の現状っていうことです。で、それができてないので、進めたいけど進まないし、いろんなところで、本当非常識と言えるような2キロとかに15メガワット建てようとするみたいなことになってて、それは根本変えなきゃいけないんじゃないかっていうのは長崎大の先生の教えでありました。で、まあ、こういうことはこれからもしっかりと訴え続けていきたいと思います。で、まあ、最後の図書館の課題でいうと、新図書館の構想が始まりました。で、先日専門家の方を交えてのミーティングっていうのをやってるんですけど、全部 YouTube で公開されてます。これ私もうこの 3,4 年ずっとその講演会やったらちゃんとアーカイブ YouTube でちゃんと話そうよって言ってて、やっとそれが実現した一歩だと思うんですけど、今回の図書館の2時間ぐらいの講演されてるやつ全部 YouTube に載ってて、誰でもいつでも見ることができます。で、図書館、今回の図書館は対話を掲げる見直し姿勢のもとで、私たちぜひ皆さんの意見反映できるようなそういうやり方をしたりし、誰もがもうみんな満足できるようなって無理かもしれませんが、でもみんなこれ納得して作るっていうのをやりたいなと思ってて、それはもう役所の方にも働きかけて、このミーティング、現場のミーティングだけじゃなくてネット上でもいろんな議論ができるような場を作ろうよっていうことを働きかけて、きっとやってくれると思います。この1年間で基本計画を立てるっていうようなことになってますので、ぜひ皆さんいろんな図書館に行かれたことあると思うんです。ここ良かったよとか、あそこ良かったよとか、
そういう意見をですね、ぜひ私にもいただきたいし、役所にもどん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 伝えていただきたいと思います。あと新給食センター、今議論に進んでます。給食の発祥地の鶴岡でどんな給食を果たしていくのか、本当大きな課題 で、私この災害のことも含めて今回提案の一つは、自分のところにある学校に給食室があるっていう自己給食、これに今実は切り替えている自治体があります。それは有機の給食をやりたいとか、地産地消の給食をやりたいとか、そういうことも叶えやすくなるし、あと災害時に避難所になるのは学校なので、そこですぐに温かいものを提供できるしっていうことで、それに切り替えている自治体がまだもう、でも日本全国で3つぐらいかな、そんな感じなんですけど、切り替えるということか、もともと自己給食とかあるんですけど、そういうところもあって、それも大きな課題だと思います。で、明日から和食店になります。これユネスコ食文化創造都市鶴岡になって10年なんです。で、それの機会にこの和食店っていうのを実際誘致してきました。で、これ実は去年の10月から今年の2月まで国立科学博物館でやってたものなんですけど、はい、そういう和食店、はい、なんだろう、水のことからどういうふうな材料を使うとか、その発酵のやり方とか、いろんな基本的なことなんですけど、その科学博物館、僕も2月行った時にものすごい人がいて、なんだろう、海外からも人が来て、すごい大盛況でした。そのイベント の、 全国巡回展の一番初めが鶴岡でやります。で、明日からです。で、明日オープニングはこの総監督の佐藤陽一郎先生という方と江頭先生、在来作物、あと平先生、なんか対談から始まるということなので、明日もしお時間ある方、10時にアートフォーラムに行くと非常にいい台湾を見れるんじゃないかと思います。この和食店ね、せっかく人が来ると思うので、その方々が鶴岡でこれだけ食べていけと、これは食べていけみたいなことができたらいいよねっていうことで、役所の方にも働きかけて、そんな仕組みもちょっとだけですけど走り始めています。はい、すいません、僕の話になっちゃいました。ということで、ここまで私のプレゼンでありました。質疑応答の時間は後でじっくり取りますので、よろしくお願いします。すいません、ご清聴ありがとうございました。じゃあ、川田君お願いします。すいません、ありがとうございます。はい、じゃあ、これこちらでしょう。これ、失礼します。
それで、まあ、厚生労働委員会昨年、までやっていたんですが、まあ、昨年の9月からは実は環境委員会にまた戻って、まあ、14年ぶりに戻ってきたので、まあ、ちょっと今環境委員会でまたこの風車のところをまた質問したいと思って今準備をしています。で先ほどはあの鳥の話も出てきましたけれども、まあ、生態系がやっぱり今どんどん今破壊されておりまして、特に生物多様性というのが今ネイチャーポジティブってちょっとカタカナで、ね、言われてますけど、生物多様性ですね、やっぱそういったそれから自然に回帰していくっていうかですね、今これから環境をいかに、また自然に戻していくかっていうことが今世界的なテーマになっている中で、本当これをですねやっぱ日本でできるだけこう実現していくということを取り組んでいきたいと思っております。でそれからずっと自分自身も実はこの災害救助法という法律があるんですけど、災害救助法の法律の所管は実は厚生労働委員会なんですね。で厚生労働省なんですね。だけども先ほど草島さんが言ったように一番最初の話に戻りますけども、実はこの避難所の運営っていうのが自治体任せというところがありまして、まあ、親ガチャって聞いたことあります？親ガチャって言葉聞いたことありますか？ないですか？まあ、ガチャガチャってありますが、ガチャガチャって機械があって100円とか300円とか500円とか入れてガチャガチャやるとなんかカプセルが出てきて、そのおまけみたいなのが玩具とかいろいろついているのか、まあ、今街中でどこでもあるんですけど、まあ、そのガチャガチャって何が出てくるか分かんないっていうのが親ガチャとか言われてたんですけど、最近は避難所ガチャっていう言葉が出たらしいですね。まあ、避難所もどこにどの避難所に自分が入るかによって待遇が全然違うと、運転の差なんですよね。先ほどの地べたに寝転んでいるところと、ちゃんとテントがあってベッドがあるところ、食べ物 もうおにぎりとかもう冷めたパンとかそういったものしかないところと、さっきの炊き出しみたいにあったかいものを食べれるところと、本当にその避難所もですね、もう格差があって、そういったことではダメなんですけど、というのは本来ですね、自治体はずっと阪神・淡路大震災の時もそうだったんですけども、提供するサービスは本来平等じゃなきゃいけないってはずだったんですよ。でサービスが平等じゃないといけないから、実はおにぎりが例えば15個あって、じゃあ避難所に16人いますとなった時に15個だとうまく分けられないから配りませんっていうのが自治体の今までの避難所だったんですね。まあ、それがだいぶですね、NPO が入ることになって、NPO の人たちは別にその平等ってことにあまりこだわらなくていいので、その辺はまあ1個を2つに分けて食べましょうとか、まあ、そういうことは柔軟にできてたんですけども、まあ、本当それがですね、まあ、95年とかそれぐらいの避難所だったんですが、まあ、そこから NPO の人たちが入ってですね、まあ、先ほど草島さんもずっと元気村でしたっけ、はい、いたってことなんですけれども、本当そういうその神戸のやっぱり震災で、やっぱ大震災でのやっぱ避難所暮らしから、実は東日本大震災を経て、その後熊本地震もあって、でそして石川県の今回の能登半島地震というのは、良くなってなきゃおかしいですよね、その避難所運営というのが。だけど今回全然その過去の経験が全く生かされてなかったっていうのが、今回の石川県の能登半島地震の実は、避難所でして、まあ、さらにですね、今回本当もう見捨てられてるというような状況で、やっぱそこに今回草島さんが神田鍋を、ね、届けに行ってくれてるんですが、それもですね、最初は NPO とか NGO の人は入らないでくださいって知事が言ったんですね。で僕もちょうど石川県にたまたま偶然ですね、もう以前から の、 予定で1月の5日4日5日に、1月4日5日か4日5日にお正月なんですけど、4日5日に公園に来てほしいと言われて、4日から5日6日と、この公園に行く予定してたんですね。朝6時半からやってる勉強会があるんですけど、その勉強会に来てくれてる前の日から入って4日5日6日と公演するってことだったんですが、本当にその、たまたまですねその予定が入ってて、1月1日に震災があって、これいけるのかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと無理かなと思ってたら、地元の人が、いや大丈夫ですよ、来てくださいと。野々市っていうところなんですけど、金沢のちょっと南の方なんですけど、野々市の方は全然普通の生活してますと。もう全然火がほとんど起きてませんので、
ノイズではやりました。でもう一箇所が小矢部市っていう富山県の金沢の隣の小矢部市っていうところに、そこはですね、そこも被害はあって断水したりとかしてたんですけども、野々市でやるんだったらじゃあ私たちもやりますということで一旦中止に仕掛けたところが、そこの小矢部市で公演を引き受けてくれて行くことができてですね、それでその野々市と小矢部でやってきたんですけど、金沢来たというのは中止になったところが一箇所あるんですが、実はその金沢とかではまだ生活ができているところではできてたんですね。もう1月4日5日の段階で。ただ本当その話を聞いていると、もう本当にもう珠洲とか輪島にはとにかく道路が寸断されていて、緊急車両が行けないから NGO、NPO も入らないでくれということが、知事からその連休がちょうど成人の日の連休がありましたね。その成人の日の連休にはもう入らないでくれということになって、やっぱりすごくその本来であればすぐにですね、そういう NGO の人たちが飛んでいって支援をするということができたところもできずにですね、本当にこのちょっと遅れたというところがあります。でそして今回そのやっぱこの非常にその、交通網が寸断されたということと、それから、あそこは、今日話ありませんが滋賀原発があって、その滋賀原発の結局被災状況、これも東北電力、北陸電力ですね、北陸電力が発表する内容と、どんどんコロコロ後から変わってくるという状況で、被害がどんどん後からひどくなってきたんですけども、本当にその地下原発があったことによってですね、本当は避難経路なんかが本来震災の後に原発事故が起きたときに避難するっていう経路はちゃんと確保されてるのはいけないんですけども、今回孤立した集落なんかもあってですね、そして家が潰れているというような状況で、今までのこの原発の避難経路っていう避難計画っていうのが全く機能してないじゃないかと。そして半島なんかではですね、港を使って船で脱出するみたいなことも言われてたんですけど、今回港も海が断層が上がっちゃってですね、港も使えないということになっていたので、本当にこういったこの地震の、さらにこの原発災害、原発の事故があったときにですね、やっぱり逃げられないし、そして室内退避もできないという状況が今回生まれてたわけですね。その辺のところもですね、今後非常にこの問題になるところだと思いますが、実は愛媛県なんかも今回震度6弱ですけれども起きて、本当はそこも伊方原発なんかがある所ですので、非常に心配はしていましたけれども、やっぱこういったその避難できるできないっていうところがですね、すごく大きな問題になってくると思います。それからそして避難所運営がやっぱり自治体任せで、自治体の職員もこれほとんど自治体職員の人たちも自分たちも被災してるんですよ。自分たちも被災してるのに自分たちの家のこと全く手をつけられないで、住民サービスだからっていうことで避難所とかそれから市役所に詰めなきゃいけない。だから本当にもう被災者でありながら、自分たちも被災者でありながら避難者被災者を、救わなきゃいけない職員の仕事もしているということで、本当に大変な状況に置かれています。でただ本当にこれをですね、やっぱりずっと今も田島さんの話もありましたけど、イタリアとかそれから今ね問題となっている、ガザは非常にひどいことになってますけど、その紛争によって避難している避難所避難民の人たちとかというのは、実はスフィア基準という国際的なカタカナでスフィアというのがあるんですが、スフィア基準というのがあって、で実はその基準によるとですね、35平米に1人ぐらいで、トイレも25人に1人トイレがなきゃいけないとか、男性が1個だったら女性はその3倍の3個のトイレがなきゃいけないとかですね、そういった基準があるんですよ。でそれが国際的な基準であるんですけども、日本は到底そこまで追いついてなくて、それも4年6年5年ぐらいか6年前ぐらいから、そのとにかく熊本の時からもうずっとメディアも言ってましたし、その前から実はもっと前からこの基準自体はもう99年ぐらいですかね、それからあるので、実はもう20年ぐらい前からもずっと国際的にはその標準なんですね。で台湾は皆さん先ほどの映像のあった通り、もう3日でテントの避難所ができてたし、それから3日でもう温かい食事もできるというところなんですね。だから日本が先進国でできないのかというところは、やっぱりそこはもう国がやっぱりやってないことが大きくて、
て、自治体任せというところが非常に大きいと思います。だ自治体において、まあ、草島さんがいたから、もちろん鶴岡はね、ちゃんと段ボールベッドが鶴岡にちゃんと設置されている自治体というのは、そういうのは、あのそういう先見の目があるところの自治体は置いてあるけども、でないところはないんですよ。で今回でもそういったところには、実はあの、金沢の避難所行ったら、実は白山市のテントが来てました。だそういう時にそのテントとか、そういったダンボールベッドとかっていうのは融通し合えるので、だから本当にそういったものは備蓄しておくっていうことが、いろんな自治体ごとにやっていって、それをようやくですね、対抗支援っていう言葉が言われるようになってきて、あの対抗っていうのは、対戦の対とか、あの対の対に口って書くんですけど、対抗支援って言って、自治体ごとにこう支援をするっていうことが、ようやく横の連携ができるようになってきて、それによって自治体もですね、ようやく、まあ、少しこの、自分のところいなくても他の人のところから、借りに来るとか、そういう避難とか避難所とかのことは助け合うとか、それから今水道も断水してますけれども、これも自治体同士で今その水道事業を一生懸命復旧させるというようなことも起きていて、例えば京都市なんかからも、もう1年単位であの派遣するみたいなことが先日1週間前ニュースになってましたけれども、まあ、そういうふうにこの自治体からですね、その職員も含めて派遣することができて、そういう水道の復旧なんかも今入ってやってます。でもここで問題なのは、実は水道の民営化の問題なんですね。で水道を民営化することによって、そういった自治体がそれまでやってきた技術者だったり、それからその水道事業っていうのを担う人がいなくなってしまうと、実はこの人がいなくなってしまうと、もう後継者を育成することもできなくなって、やっぱ災害の時にやっぱりそういった水のやっぱ支援に入れないということが、やっぱ非常に大きい問題になってくると思います。だから本当に今あの水道事業というのは、あの世界的にもですね、民営化した歴史がありまして、その民営化したんだけれども、やっぱり問題がいろいろ起きてきて、特に、まあ、水道を民営化するときにずっと言われてきたことは、サービスが民営化した方が良くなるんですよ、それからあの安全とかですね、そういったこともやっぱり民営化した方がいいですよみたいなことを言ってきてるんですけど、でも実際どうだったか、料金も下がりますよみたいなことってですね、料金があの競争があれば料金下がりますっていうことをずっと民営化民営化ってやってきたんですけど、皆さんでも何度も民営化民営化って聞いたと思うんですけど、民営化のメリットは価格が下がることだったはずなんですね。でもじゃあ今郵便局どうですか。郵便局民営化して郵便料金どんどん上がって、今年の7月ですかね、この、今90円 の, あの切手代が110円とかも130円とかどん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 上がっていく、本当にこういったその今の切手代なんかもですね、どんどんもう上がっていく、はがき代も上がっていく、まあ、そしてあのそういう民営化によってですね、何が良くなったかっていうと、ほとんど良くなったことないんですよね。本当にユニバーサルサービスとしてやっていたものも、まあ、だんだんやっぱりこう削られていくということになってますので、まあ、そういったあの民営化をですね、世界的には水道なんかは再公営化といって、もう一回公営に戻すということをやっているんですね。そのために実は株をあのもう一回買い戻さなきゃいけないので、それによって自治体のお金をですね、皆さんの税金をですね、もう一回その買い戻すためにお金をつぎ込まなきゃいけないということになって、つぎ込んで再公営化しても、じゃあ技術者がいないっていうのが問題になってくるんですね。だからやっぱそういう意味ではやっぱりちゃんとこの水道事業をやっぱり維持していくっていうことがすごく大事なことですし、それから今回能登で水道がダメになった時に、やっぱりその活躍したのが井戸ですよね。だからこのね、ここはね、井戸を潰しちゃったっていう、本当草島さんが映像を撮って、あの井戸が潰れるシーンをずっと動画で撮ってましたけども、本当ひどいですよね。だから水道を作るってことによって、まあ、結局あのダムのね、問題もありましたけど、水道を作って井戸を潰したなんていうのは、本当に何のために井戸のね、いい水が出るところを潰しちゃったのかなって思うんですけど、それ災害の時に、たとえ水道が潰れたとしても、井戸というものが助かったっていう、この能登の人たちの話なんかも聞いてると、やっぱり井戸あればよかったのになって、今からでも遅くないと思いますけれども、やっぱりそういったね、やっぱりちゃんと事業を、本当にこの私たちが将来のためにちゃんと役立つものにしていかなきゃいけないんではないかなと思います。で、そしてあの、私はずっとまあこの災害のことも、
ずっと思って今も取り組んでいるんですが、特に今やっているのは食の種の問題です。実はこの山形大学、今日実は午後の本会議がなければですね、山形大学の江頭先生のところ、教授のところに行って実は訪問しようと思ってたんですね。で、江頭先生はもうずっとこの伝統野菜、在来作物、京野菜とかですね、いろいろ言われてますけど、これ江頭先生が責任編集した雑誌で、このベスタっていう雑誌がこの食の、文化史ということで、この食をテーマにしたこの雑誌が毎月期間ですね、年に4回、春夏秋冬に出てる雑誌なんですけど、ここにちょっとこの在来作物 の, こういった特集が組まれています。で、ここの、関東に書いているのが江頭先生なんですけど、江頭先生の映画で「よみがえりのレシピ」っていう映画見た方います？ああ、さすがあいつローカルですね。ここの江頭先生と、それから僕も奥田島さんに連れてもらったアルケッチャーノ、アルケッチャーノの奥田シェフがですね、一緒にその在来品種を使ってレシピを作って、そのイタリア料理でもって地元の在来品種を美味しく食べるっていうことをやってますけれども、本当にこの種っていうのが実は生きた文化財だって、ここにも書いてありますけれども、やっぱりそういった自分たちの食べる食の文化をやっぱりこの通じてですね、やっぱり自分たちのやっぱりこれまで先祖からやっぱずっとその前から受け継いできた種っていうのをやっぱ自家採取をして、自分たちで種取りをして、それを次の世代にやっぱり譲り渡していくっていうことが、実はこの種を守ることにつながっていたわけですね。で、それを今やっぱりこの日本の農業というのは F1 種といって、遺伝子組み換えなどしてですね、やっぱりこの、農業を、非常にこの効率よく一代限りの、この種を作ることによって、結局自分たちが使いやすい種っていうのを作ってきた、もちろんそれ育種してきたわけですけど、育ててきたわけですけども、その育種してきた種をやっぱりその今こういう在来品種と違ってですね、在来品種と何が違うかというと、在来品種はそこまで均一なもので、味も同じものっていうのを作るっていう、その F1 の種とは違ってですね、ずっとこの在来品種っていうのはその自分たちで自家採取して自分たちで取ってっていうことができたんですけど、 F1 種になると何が違うかというと、一代限りはそういう揃ったですね、品種のものができるんですが、次の年はもうできないんですよ、それが。で、それでまたもう一回種を買い合わさなきゃいけないということで、種農家が、種業者がですね、種業者がその種の、知的財産権を所有するようになっていって、やっぱり種の値段がどんどん高くなるというようなことになって、やっぱりその種農家はそれに合わせてですね、しかもその品種とですね、それに品種にはですね、農薬に強い品種っていうのを作って掛け合わせていくので、そうするとこの、除草剤をまいても雑草は枯れるけどその品種は枯れませんみたいなことになって、結局種と一緒に除草剤、農薬も買わなきゃいけない、そして農薬と同時に今度肥料も合わせて買わなきゃいけないということで、農家の人たちは生産するのに種も農薬もそして肥料を買っていかなきゃいけないということで、どん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 そういうふうに農家は出費がどんどん増えていくような形の農業になっているんですね。だから農業をやっていくことがやっぱり今もう本当に続けられなくなっているというのは、そういったその資材の高騰もありますし、これからですね、種は今まで公的に今山形県だったり山形県の農業試験場などがこういった穀物については種を作るということがずっとこの主要農作物種子法といって、主要な主な農作物の米、麦、大豆についてはですね、これは公的機関が開発をして、そしてそれを生産して販売するまで公が担ってきたんですね。で、その公が担ってやってきて種を安く販売するということをしてきたんですけど、その安く販売するというところまでやってきたその種の業者、種の公的機関がやってきた仕事をこれを民間に任せるんだということで、今こうどんどん民間に振り上げていったことによって、競争力をつけるんだと言っているけれども、結果として業者になるとどうなるかというと、実は民間業者にそれを譲り渡していくとどうなるかというと、
効率っていうことを効率化っていうのを言っていくので、効率化っていうのは経済性ですね、経済効率を良くしていくための効率化をしていくことによって、結果としてやっぱり実は多様な品種が作れなくなっていくんですね。いろんな品種作っているとそれだけ手間がかかるし、それだけその仕事が増えてしまうということで、民間業者になるとどうなるかっていうと、どん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 その効率化して狭くしていって品種を少なくしていくということになると、今度どうなるかっていうと、気候変動についていけなくなるんですね。いろんな暑さに強くなる、暑さに強いものっていうふうにしていくと、今度じゃあ寒くなったらどうするかっていうことなんかは全然考えられてないわけですね。だからそういう意味ではやっぱり種はその風土にあったり気候にもいろいろと多様な種があることによって生き延びられるわけなんですけども、それがもう本当に自然にですね弱くなっていってしまう、そういう意味、本当にそういう意味では耐えられなくなってしまう。本当にこれがやっぱ農業とかそれから自然についてもそうなんですけども、やっぱ本当にこれから私たちがやっぱり目指す社会において、やっぱそういった多様なやっぱり種があることによって、これからのやっぱり持続可能という話もさっきありましたけども、できると持続可能できるそういった農業にしていくためにも、本当に、在来品種も含めて幾種そういった種を作っていくためにも、いろんな品種ができるということが、多様な品種ができることが大事なんですけど、そういったことがこれから求められていると。という中で、今回今日お配りしたあの白い A4 の、紙があのお配りしたんですけど、実は今もう日本の紙の、この9割が海外で取られているようになっています。本当にこの A4 のこの簡単な白い紙だけのやつに書いてありますけど、これがもう本当にローカルフード法は今タイの基本法ということで、今この法律をなんとか作りたいと思って、在来品種を守るための法律を作るための今、を国会で今働きかけをしています。で今各党に、立憲民主党単独で出そうと思ってたんですけども、ちょっと単独で出そうとしたらですね、立憲民主党の党内から山形の船山さんがですね、国民民主党なんですけど、船山さんも一緒にやりましょうみたいなことになって、船山さんのところに持ってって船山さんも一緒にじゃあ出しましょうということで、ちょっとその今、国民民主党手続きを待っていて、でそして、もう国民民主党を一緒に出すんだったら他の政党も一緒に出さないと変ですので、ちょっと野党の共産党と維新と、令和とかいろいろありますので、それから野党に話しかけて、公明党も 今与党の公明党とそれから自民党にも前々から持ってってましたので、もう本当にこれはもう超党派で、ぜひこの法律成立に成立まで持っていくためにはもう自民公明も含まなきゃいけないですので、自公の議員にもこれを持ってで、この法律を今作ろうとして一生懸命やっています。でこれ3年前から実はもう作ってたんですが、実は2年3年前にも出そうとして出せなかった経緯があって、本当これをなんとか提出をして成立まで持っていきたいと思っています。でこうそうこうしている間にですね、実は今各地で農業人バンクって広島であったんですけど、広島県農業人バンクはお金もなくなって尽きて人もいなくなって、去年の3月で3月末の年度で、この農業人バンクを閉めてしまう。それから今江頭先生たちのグループもね、在来品種の研究会をずっと10万年やってたんですけども、その研究会も、なんか理由があってやってしまった、予算っていう話もありますけど、予算がなくなってしまったとかですね、やっぱりそして今日お配りしているこの山形庄内の山澤さん、今日午後に今日実は本会議なかったら行く予定したんですけど、このハーブ研究所というか、このハーブの会社をやっていらっしゃいます山澤さんがずっとこの40年間、約40年間ですね、この種を取って種継ぎをしてですね、600種類ほどこのハウスの中で、300坪のハウスでこうやってきた種取りがですね、もう今75歳、6歳になってもうやめるということで、最後のページになりますけども、もうちょっともう、もう廃棄するって言ってですね、でこれもちょっとなんとかならないかなと思って、もう後継者がいないんで、もうダメだからということで、もう本当、これをなくすと言ってるんですね。でこのちょっと今日この後、山田さんにお話聞かせていただこうと思ってますけども、ぜひこれをですね、本当になんとか、種を次の世代に引き継いでいただくっていうことをやっぱぜひしていきたいなと思っています。でこの種があればですね、次の世代でそれを育てることができるわけですので、
まあ、ぜひ在来品種をですね、各地でこれまでずっと伝統的に育ってきた野菜をですね、まあ、このさっきの和食っていうこと本の中にも伝統野菜っていう項目がありましたけど、やっぱり京野菜とか、まあ、加賀野菜とか、まあ、いろいろそういうその、まあ、特にこう将来でね、あの今日この、このデータベース、これあの今月、先月3月末に、これはあの、農業生物資源ジーンバンクっていうこのちょうど、筑波の、茨城県の筑波市にあります農研機構で、これ作って、これ江頭先生が協力、そうです、ね、専門、はい、あの研究者としてやってたやつなんですけど、まあ、例えば鶴岡だったら、まあ、ここに、こういった、小牧大根ですとか大滝人参ですとか、殿島きゅうりとか本当こういうのがですね、まあ、マップになっててですね、でそこマップのところを押してもらうと、あのそこに、詳しく情報が出てきますので、その、詳細のところですね、あの詳細のところを押してもらうと、あの詳しく、詳細、あ、じゃあそこ今の矢印のところでいいですか、役所、ここも例えば鶴岡のここですと、このキュウリのところですと、はい、そうそう、こうやると、まあ、これデータベースとして、まあ、どういったあのこのどういう歴史があってとか由来とか、まあ、こういったそのいろんな、まあ、レストランに卸してますとか資料とか、こういうの全部、まあ、今までこの、江頭先生が調べてきた、それから各地の、在来研究されている人たちからの、情報を得てですね、まあ、一軒一軒なんか作ってたらしいです。これで、200件か、とにかく日本全国の、在来品種を集めたデータベースとして、まあ、ネット上で、これ見られますの で, でこれはあの農水省の、まあ、農研機構でですね、ちょっと資料ないのって言って持ってきてって言ったらですね、インターネットで載ってますから、最近もう紙持ってきてくれないんですよ、ね、本当にネット見てくださいみたいな感じで、確かにこれを紙ベースにするのはすごく難しいのかなって気もするんですけど、これ農業人バンクの、在来品種データベースっていうのが僕が今年の3月の26日かなに公開されたということで、本当にそれで3月中にあの江頭先生のところ行きますって言ったら、今この作業でも今もう忙しいんで4月になってからっていうことで、まあ、4月になって、来ることになって今日来させていただきました。まあ、でも本当にこういう、まあ、全国にですね、こういう活動している人たちがいるっていうことで、あの、まあ、東京もありますし、大阪にもありますし、まあ、本当にあのずっと今日の問題も長野県の事例とかもこれも出てきますけれども、だから本当にいろんな各地でですね、本当この庄内なんか本当にいっぱいあるということで、この間も、江頭先生と奥田先生が、奥田シェフがですね、一緒にあの農水省の方でこういったあの動画で、あのそういったシンポジウムをやってましたけれども、まあ、そういったそのぜひですね、こういう本当にこの今日空港をたどり着いた時にもなんかあの美味しい庄内空港とか言って、美味しい庄内空港って何だろうと思ったら、もう名称なんですね。あの庄内空港食べれるのかなと思ったら、そうじゃないですか。美味しいっていうのがもうなんか故障みたいになってまして、まあ、本当にこの庄内地方もですね、私もまあ以前来た時メロンとか食べることができました。本当に美味しい。まだチャーハンとかですね、本当にこの地元はやっぱり農作物をですね、やっぱ育てている方たちが本当にこれからやっぱちゃんと、農業を続けられるっていうのは、続けるというのは自分の世代だけじゃなくて次の世代にもやっぱり引き継いでいけるような農業にしていかないといけないなと本当にあの思っております。で今実は学校給食を無償化するっていう話が国の方で上がってますけれども、それだけではなくて、まあ、もつろうかも言ってるんですけど、こんなやつは、はい、あ、これはあのこれはあのここと今年度からの大目玉、目玉企画じゃないけど目玉政策 で,、はい、で完全無償化実現ということになりました。高級食の無償化なんですね、はい。まあ、ただもちろんそれってあの保護者負担が無償化になるってことですよね。ただまあ無償化っていっても皆さんの税金でやっぱりやってるはいるんですけども、なるほど、それをですね実はあの有機にしようということで、まあ、ぜひあのこれできるだけあの無農薬化、まあ、できるだけその、子どもたちに健康にいいものをやっぱ提供していくということと、それから地元のもの、在来品種、地元の地産地消です、地産地消をやっぱもっと進めていくっていう、さらに進めていくということですね。そういったことを学校給食を通じて
あの地元のものを、地元の顔の見える関係の人のところを食べることによって、子供たちが食べ残しが減るんですよね。でそして、やっぱり美味しいものを食べていると、食べ残し減りますし、やっぱり今まで家では食べなかった子供たちが学校給食で食べたら食べれるようになったというようなこととか、それから大人になってからも地元のものを食べることの意味があることを知ると、ちょっと高くても国産のもので地元のものをやっぱり選ぶようになるっていうのが、実は愛媛県の今治市なんかもずっとそういうことやってきて、選ぶのも消費者になってからも自分たちのやっぱりその産地のものを食べようということになっていくということで、食育がとても重要なんですね。それから今病気になるのもほとんど食生活が原因で病気になってますので、そういった食育を通じてやっぱ健康寿命を伸ばすことによって地域の医療費も減るんです。そうすると医療費が減るとどうなるかっていうと、社会保険料も減らすことができるんですね。で今社会保険料を皆さんも、ね、気づかないうちにどん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 上がって、気づいてると思うんですけど、気づいてるうちにもうその社会保険料上がってますよね。でしかも今この社会保険料にあの少子化予算を載せると、もう今話題のですね、ちょうど今ニュース、今日のニュースになってますけど、まあ、減税なんて言って岸田さんが言ってますけども、まあ、増税メガネって言われるのが嫌で減税って言ったんですけど、でも結局ですね、増税したことをバレないように社会保険料に上乗せするっていう、ちょっとせこいですよね。そういうことをして社会保険料から少子化の予算を出そうとしていてですね、今日もあのアメリカ行った報告の中はもうほとんど防衛予算の倍増、防衛予算を倍増して国賓待遇を受けてきたわけですよ、まあ、9年ぶりに国賓だみたいなことを言ってますけども、全部我々の、共同の、統合司令部を今度日本に、ハワイにあったあの司令部を日本に持ってくるようなことになることとか、それから自衛隊と米軍を同時に運用するみたいなことになって、地球の裏側まで一緒に行きますみたいなことをすごいよく言ってきちゃったんですけど、そんなこと憲法でできないんですよ。できないのにあんな米国議会と米国民にですね、リップサービスで、なんか日本でも私は拍手もらったことないんだけど、こんなスタンディングオベーションありがとうみたいなことを言ってきたわけですよね。やっぱ本当に違うネタが出たらしいですけど、本当にこの岸田総理の下で国民はどん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 疲弊していく中で、やっぱアメリカにはすごくこうおめちゃが言ってですね、国賓待遇を受けて満面の笑みを、なんか社に取って送ってましたけども、本当にちょっと今そういう状況で、まあ、ぜひあのこれ今日あの妻が出した本で、国民の違和感は9割正しいと、国民が違和感を感じることっていうのはほとんどなんかおかしいなって皆さん直感で思うことっていうのは大体正しいんですよ。でその直感をぜひ、ね、あの信じてくださいっていうことでこの本書いてありますが、今日は持ってきました。今あの本屋さんでもですね、今すごく売れてまして、あのおかげさまで5日間で5万8000部ということで、すごい今どんどんこう今読んでいただいているんですけども、でも最近のマスコミのですね、ちょっと自粛っていうのがありまして、なんか政治ネタだからこの本はあのちょっとあの書評にあげられませんとかっていうような、マスコミが出てきていてちょっとびっくりなんですけど、なんで政治だからダメっていう理由がよくわかんないんですけどって思ったんですが、もう今本当にその今これだけ話題になっている本なのに、なんか今政府ネタはですねもうちょっとダメですよみたいなことになっていて、本当にこういうのは本当に知ってもらわなきゃいけないと思って、事実を載せているジャーナリストとしての本なのに政治ネタだみたいなことですね、まあ、取り上げられちゃって、あの取り上げられないって言ってるんですけど、でも今新ニーサとか裏金とかあの大増税とかに全部書いてあって、今私たちがやっぱりこの今株、まあ、皆さんもね、株で儲けようと思っても、もう今どんどん株暴落してますね。でこれ一時期4万円超えで、本当にバブル期以来の最高値ですみたいなこと言ってましたけど、株っていうのは上も下も行くわけですので、最高値行ったらあとは下がるんですよね。それから今株買ってもですね、皆さんが生きてる間にですね、またそれよりももっと上に行くっていうのはあんまり考えられないんですけど、ほとんど今米国株とかね買わされて、結局それがどうなるかっていうことは、まあ、本当に今0歳の人とかだったらね、まだこの生きてる間に80歳まで生きてれば株が上がるかもしれませんけれども、まあ、でも本当にこれからの株をですねやっぱり予測するとですね、
本当にもうこれから下がるときに私たちが預けたものが、じゃあ節税には今はなるかもしれないけど、将来的にじゃあそれ安くなっちゃったとき、本当に株下がったときに自分たち年金もらうときもらえるんですかっていう話とか、そういったリスクについてはほとんど今は全然メディアもですね、今やる時ですよ、節税ですよって言ってますけども、本当はどうなのかということなんかもここに書いてあります。で、今本当にこの経済通の人たちは今どんどん振り逃げているっていう状況ですので、まあ、ぜひもそういったことなんかもですね、この本には書いてあって、結構経済界の人たちは結構読んでくれています。まあ、本当そういう意味ではぜひこれまた、今日特別に10冊持ってきましたので、皆さんの分があるかなと思いますので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。で、本当に今ですね、食ですね、食がやっぱ自分もこれから大事だなと思ってまして、本当にこれからですね、やっぱりロシアも今戦争やってても、やっぱり飢えないのはなぜかっていうと、ダーチャって言って、自分たちで自家菜園持ってるんですよね、彼らは、ロシアの国民は。そういったやっぱり、まあ、ここは皆さんやってると思うんですけど、やっぱそういったその農業を、やりながら自分たちの食べる場所を自分たちで確保していくということが本当に災害にも強いですし、やっぱ本当にこれからですね、やっぱり食を大事にしていくことが私たちの暮らしをやっぱり良くしていくことにつながると思っています。でそういった意味でやっぱ食をですね、守るということが命を守ることにつながり、やっぱり本当に次の世代にやっぱりちゃんと命をつなぐということにつながっていくと、本当に命の源であるやっぱ種をですね、やっぱしっかり維持して保管するだけじゃなくて、ちゃんとそれを使い続けられるような制度を作っていく。で学校給食も本当調べるとですね、学校給食でセンターを本当に今災害の時もそうちゃんと、食物を提供できるようにということで、熊本県の臼杵でしたね。益城町もですね、地震の後ですね、今の給食センターを建て替えて、すごい今の災害用に、もう益城町の町民全員に提供できるぐらいの今センター化したということで、でそういったことを作っています。で本当にここもですね、ぜひもしセンター化するんであれば、まあ、自己資金はいいんですけれども、センターを作るんであれば災害にちゃんと強いものをちゃんと作っていくということが大事かなと思います。時間ですのでちょっと終わりますが、最後、一言だけ図書館の話。今の図書館も今第5世代の図書館になっていまして、最初は GHQ が作った図書館で、その後図書館ではこういうふうに利用が進んでいったんですけれども、今はほとんど第5世代になっていて、地元の本屋さんから図書館の本を買って、でしかもその本を透明なフィルムを貼ったりするのがあるんです。あれも実は福祉作業所とかですね、そういったところで作業することで、実は本当にその外に出すと赤字なんですって、図書館。あれ1冊の本こういう透明なフィルム貼るのに大体210円から250円ぐらいかかるんですけど、お金払うんですけど、300円ぐらいかかるらしいんですよ。そうすると本当にその1冊の本を偽装するのにすごいお金がかかるということで、それを地元の福祉作業所でやるとですね、もっとそのもちろん安くコストできますし、そしてその障害者の人たちもそういう作業をすることによって普通のところに就職できるぐらいちゃんとそういった仕事ができるようになっていくということで、本当に今その、障害者の人たちがその作業をすることでそのうち納税者になっていくということになったりとか、やっぱそういう図書館の機能というか、単に図書を貸し出すだけじゃなくって、図書館が町づくりの拠点になっているみたいなところに、今実はもう第5世代の図書館というのがもうできてきているんだそうです。これも本当2日前ぐらいに学校図書館、学校図書館の議員連盟というのがあるんですよ。学校図書館に司書を配置していこうという、その議員連盟があって、それから活字文化議連というのがあって、活字をもっとちゃんと読めるように本をちゃんと大事にしていこうという議連もあるんですけど、そこにも入ってて、そこで聞いた話ですので、ぜひその新図書館にもで、そういうその街づくりの拠点になるような図書館づくりをぜひね、それ今度動画でその提談が配信されますので、ぜひそれを見ていただいて、いかに図書館がこれから街の中心になるかと、
でやっぱり実はこの活字でもって本を読んでいる人たちがいるところっていうのがやっぱり実は本当にこれからの知的なそのやっぱりこの活動していく上でとても図書館というのはすごく重要だということが、まあ、電子化の世の中ですけれども、本当にいろんな、ね、タブレットとかで本を読む時代になってますけど、やっぱりタブレットでは、ね、記憶に残らないんです。実はその人の記憶っていうのは脳科学者が言っているように紙のどの位置に書いてあったかっていうことと一緒に記憶するんで、タブレットで、ね、流れちゃうとどこに書いてあったのか空間把握と一緒に文字情報を伝えるっていう脳の機能が機能しなくて、タブレットで読んだものっていうのは残んないんだらしいですね。そういう意味でやっぱりちゃんと記憶に残して学習するっていうことのためには本である必要が、紙である必要がある、まあ、紙これから紙じゃなくなるかもしれないけど、とにかくその空間記憶と一緒に記憶っていうのは残すらしいので、まあ、それがですね、もうFacebook のザ・マーク・ザッカーバーグも、それからビル・ゲイツも、それからそういったその、IT 長者になった人たちのですね、息子たちや子供たちはタブレットとか iPhone とか持たせてないんですよね。アップルの、それからスティーブ・ジョブズも。あの人たちみんな自分家の地下にね、図書館持ってるんですよ。子供たちには本読みなさいって。それからアップルとかそういういろんなこう IT 企業が集まっている西海岸のですね、学校にスマホを持ち込む禁止の学校にみんな通わせてるんですよ。子供たちの教育にはやっぱり紙の本なんですよ、うん、とか自然体験なんですよ。やっぱりその子供たちの時に養われる感覚を生かすためにやっぱ自然体験がすごく大事なんで、自然体験とか紙の本に親しむってことを教育でやっている人たちが、まあ、その裕福な層の人たちがやっている教育なんですね。で、貧しいところの国にはタブレットどんどん送って学校の先生もいりませんよと、もうタブレットでやればみんな共通化して先生いなくて授業できますよみたいなことをどん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 タブレット売りつけてて、でそこの教育と同じことを今日本がやられちゃってるんで、本当に日本のね、知的財産権、知的財産じゃなくて知的なというやっぱり活動がですね、どんどんできなくなっているのが日本ですので、まあ、ぜひしっかり本を読んで、やっぱり勉強して、やっぱり頭を使うということを通してですね、あと自然の感覚器官ですよね、やっぱりこう味わったり、触ったり、聞いたり、見たり、あとその五感、まあ、さらに六感ですね、直感みたいなものをちゃんと大事にできるように、やっぱりしていくということが、やっぱこれからとても重要なことだと思いますので、まあ、ぜひですね、今日は来させていただいたので、直接リアルに会えてよかったなと、本当に思っています。本当に今日は来ていただきまして、本当にありがとうございました。また引き続き、私たちさんと一緒に頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあ、皆さんからご意見、ご質問などをお送りしたいと思うんですけど、ぜひ皆さん、お願いします。あ、いいですか。どうぞ。図書館でよろしいですか。はいはい。シーはですね、東京大学に行かれたんで、うん、東京の図書館事情っていうのはよくほとんどじゃないで、理由としては、地方都市は、地方都市は、きれいな図書館を1個作って、うん、で、箱物でやるというのは、どこの地方都市でも多いです。はい、私の出身とかそうです。そうでなくて、東京の23区の図書館のようにいろんなところに図書館を作らないと、多分今おっしゃる本に近づくってのは無理です。うん、で、それはなぜかしたらその大きな箱物を作るのは地方が好きですよ。うん、ところもそうですよね。なんだっけ、変なもの作りましたね。あんなもの作って、もっといいもの作ればいいのにと思いましたよ。ちょっと。はい、僕は来た人間ですから、はい、で、そういう時に大きな箱物じゃなくて小さな、例えばなんだ、お店、うん、お店に図書館をね、こんな立派でなくてもいいから、うん、図書館をいっぱい作って子供たちがそこで勉強できる環境を作るとか、うん、なんかそういうものを作るのがベストだとは思うんです。なるほど、ぜひよろしくお願いします。私本を買いたくてもスローカの地上都市館まで車で行くなんて、都市館で車で行くなんていうのはね、岸辺の都市館は言うからです。岸辺にも行ったんですよ、はい、行きましょう、はい、電気が暗い、
あ、はいはい、で本が古い、古すぎる、年ですね。だからそれはあの予算をある程度そういうのに使わないと、はい、いい子供は育ちませんよ、うん、と思います。おっしゃる通りです。以上です。ぜひあの地元の、ね、本屋さんと提携して本屋さんと一緒にですね図書館作りやっていくっていうのはすごく大事なことで、でやっぱりその新しい本じゃなきゃみんな手に取らないですよね。ボロボロの本とかが学校図書館なんかもいっぱい置いてあるんですけど、子供たちはそんな手にねなんかこう乾いたものがつくような本って読みたくないじゃないですか。本当にそこでいい本をやっぱりちゃんと、司書っていうかですね、ちゃんと図書館司書のような賃金もあの900円とかの時給なんですよね。だけどそれがあのこの間の東京であの牛丼屋とかだと1400円の時給なんですよね。本当に図書館司書ってすごい頭脳労働しているはずなのに980円で、で牛丼屋が1400円ですから、そちょっともう全然もう師匠になる人が仕事がないって言うんですよね。うん、だからそこで正規職員でっていうのを国の方でちゃんとお金出せるしていかなきゃいけないなと思っています。おっしゃる通りです。まあ、分散型の発想はあのありがとうございます。ありがとうございます。受け止めました。あの、うん、どういうふうにするか、本当今みたいなご意見もそうだし、とにかくここはもうみんなで議論したいなと思ってて、タクトね、タクトみたいな、あれなんでこんなことになっちゃったのってならないようにみんなでいろんなご意見を出し合って作りたいなと思ってます。対話を掲げている水増し姿勢のことで、もうあので目指すは最高の図書館っていう、世界一の図書館を鶴岡に作りたいっていうのがあります。あと給食も、給食の発祥の地であるでしょう、ユネスコ諸国文化創造都市の鶴岡だから、世界一の給食にするにはどうしたらいいかっていう、そこをビシッと決めて、あとはもうそこに向けて何をどうするかっていうのを本当に皆さんとあの議論のしどころだなと思ってて、本当ね、東京もいろんな図書館もいろいろ出てきて、最近第5世代とあのそうなんです。地域の図書室もちゃんと本を新しくないとダメだし、やっぱかける予算のかけ方っていうのをやっぱりきちっと吟味しなきゃいかなきゃいけないと思います。本当にあと本当図書館に求めるね、坂田に未来にできて、まあ高校生たちのすごい勉強の場になってて、まあああいうのもまあ一つなんでしょう。で、ね、本当は皆さんが図書館に求めるものっていうのはもう昔のイメージとは全然変わって、それぞれの居場所になるよっていうところで、これもう本当難しい議論だと思うんですけど、でも皆さんとだからこそこうアンタクトができちゃってるところだからこそ皆さん のご意見がもうすべからくこう乗ってるっていうものにしたいんですよね。なのでその僕らもその仕組み、対話の仕組みも徹底的にこう探り提示して行政にやらせていきたいと思いますし、なのでそういう場を僕らしっかり作って皆さんからの声をしっかり反映できるようにしたい、いきたいと思います。もうね、最終的には決めていかなきゃいけないから、そこの部分での決め方もちょっと新しいことをやろうって市長にも呼びかけをさせていただいていまして、そうです。なので皆さん の力のこれ発揮のしどころなので、皆さんの可能性が広がるっていうか、皆さんの可能性が引き出せるような図書館だったりその場作りをしたいなというふうに思ってますので、ぜひお願いします。ありがとうございます。貴重なご意見どうぞ。皆さん北の中いかがですか。どうぞ。今の話の続きなんですけど、はいはい、場所とかね、うん、そう場所ね、あれ何にも決まってないです。決まってないです。全くゼロです。ゼロなの、ね、ゼロです。珍しくゼロです。まあ今ある図書館の、まあ、場所的に言うとね、目立たない場所なんですね。そうあれどこにあるかわからない場所にあるわけです。なので、うん、どうでしょうね。だからああいう立地
条件が分かれば利用者も悪いわけですよ、ね、そうそうそう、あとそれからいろいろその設備条件の問題もあると思うんです、まあ、場所選びまず、そうです、場所選ぶもそうだし、何を求めるかによって場所も、車どれだけ駐車場いるかとかいろいろありますので、駅前がいいとかっていう人も、今駅前流行りですけど、いろんなところ、いろんな地域の図書館、だけどどこに場所があるのかとか、いろいろあるわけで、そうです、珍しくゼロから皆さんと一緒に語り合って作れるので、はい、ぜひ。だから移動図書館とかね、あるといいと思うんですよ。皆さん家の近くに来てくれればね、それも本当一応ね、それあるんですよ。トラックのやつ。あ、もうあるんですか。トラックって。あ、うん、あ、トラック。なんとか。本当これからは、ね、こう注文しとけから、お届けできる、うん、図書館がある。そういうのもいいです。はい、図書館、ぜひ皆さんと一緒に作っていきたいので、これからもよろしくお願いします。で他に何かありませんでしょうか。ちょっとせっかくだからワクチンのこと、ワクチン、今日この文明春秋最新号からちょっと情報を取っちゃったんですけど、ワクチンのことはずっと自分の薬剤の問題があるんですね。ずっとこれワクチン被害のことになってきまして、ずっとこの今は MMR のワクチン被害とかすごい起きたってあるんですけども、今回その MMR って何ですか。NMR って3種混合ワクチン、3種混合ワクチンあったんですけど、そのワクチンでやっぱり子どもたちがやっぱり被害になったということがあって、でそれで日本はワクチン行政すごい及び腰だったんですね。でも今回このコロナワクチンについてはもう積極的にもう今世界がやってるからっていうことでやってきたんですが、もう世界はもう4回以降はですねほとんどやってないんですよ。というのはやっぱりもう効果がない、7回打ってる人いると思うんですけど、もう実はこう効果がほとんどないって言われていて、っていうのは最初から感染予防効果はなかった、それから発症予防効果もなかった、唯一、まあ、重症化予防効果があるということで皆さん打ってきたんですけども、それすらも今も重症化してる人はほとんどいないんで、重症化予防効果も今のコロナワクチンにはないですよということで世界的にはなっていて、7回目まで打ってる国はもう日本しかないんですよ。でそして今回6000億円回帰するということがね、おとといかな、今週あの衆議院の行政監視委員会、今日岸さんの行政監視委員会に答弁して、あれは無駄じゃなかったと言ってますけど、実はこれからですね、さらに今この mRNA ワクチンといって新しいこのワクチンがですね、あ、そういうのお仕事だからか、あの mRNA ワクチンはですね、今後でもコロナだけじゃなくて新しいワクチンとしていろんなワクチンにインフルエンザなんかもこれで作ろうとしてるんですけど、それの副反応っていうのはすごいやっぱひどいんですね。でもう2000人ぐらいもう亡くなってますし、僕があの実は市議会でも質問してまして、ワクチンで亡くなってますよねっていう、これ河村議員の国会の質問を受けて、昨年で2062人とかっていう、もうそれぐらい亡くなっていますし、はい、それから被害はこの満タンですよね。でこれっていうのは今までのはしかとか風疹とか全部のこれまでのワクチン被害よりも、このコロナワクチン1種類だけでそれを上回っちゃったんですよ、被害、それぐらいの副反応っていうのも膨大に出ていて、2000人の亡くなってる以上に病気になってる、なんかその亡くなってない人たちです。亡くなってないけど、亡くなってないけど、いろんなもう、まあ、あの被害が出てまして、まあ、いろんなので、まあ、最近よくあのその、筋痛性脳脊髄炎とか、あの慢性疲労症候群って言われているものなんですけど、本当にもう寝たきりになっちゃうような人たちとか、うん、もう下半身動かなくなっちゃうような人たちとか、やっぱりそのだるくて、だるくてしょうがないとかっていう人たちが結構出てきまして、大体その自己免疫疾患の、まあ、症状が起きてきている、免疫で、それがあの脳血管とかその心臓血管とかに出てくると、まあ、心筋梗塞、脳梗塞みたいなところになってきますし、それから皮膚なんかにも出てくると皮膚がもうちょっと焼けちゃったみたいになっているとかですね、いろんなその、要するにワクチンの成分がどこに体の中に入っていって作用するかによっていろんな体中の作用が出てくるわけですね、反応が。
で、それが副反応で、まあ、あの結局その効果がないのにそういう副反応ばっかり出てるということで、うん、これ問題じゃないかと。で、先日の患者会の人たちが厚労省で記者会見をして、厚労省の副大臣に要望書を持って行って、この米麹、紅麹のね、問題でこれだけ、まあ、5人とか亡くなって、これだけ騒いでるのに、ワクチンで2000人死んでるのに、なんでこう一旦見直すってことをしないんですかということを言ってるんですけど、まあ、厚労省は、いやもうこれまでと、まあ、ちょっと違うフェーズに入ったからみたいな、でも定期接種は、定期接種化して、高齢者の人とか、利用してる人には、今これから使いますよみたいなことを言ってるんですが、本当このコロナワクチンについてはもう本当100倍あって、もう一理もないような状況になってきてますので、うん、本当それが本当に本当見直さないといけない時期に、今このフェーズが変わってきてるのかなと。で、この福島正則先生というのは京大の名誉教授でして、うん、この方はずっとあの臨床研究とか臨床検査っていうのに対する、制度を京大で確立した方なんですね。で、すごいやっぱりこの先生言ってることというのはそんなことを言っていて、本当にこの反学とかそんなようなことではなくて、やっぱり緊急承認して検証をちゃんとやらなきゃいけないところをやっぱりやってない。やっぱりそれがやっぱりこの今の被害がこれだけ発生してしまっていることを一旦立ち止まるべきだということをずっと言っています。よくあの因果関係がないんで、2000人の亡くなってるけど因果関係がつかめてないって言って、なんか逃げちゃってますよね。それってどういうふうに捉えたらいいのかっていう。結局これってその1日2日で出るものだけじゃなくて、やっぱり遅発性とか遅くなってから出てくるものもありますので、そういったものについては認めようとしないんですよね。で、それから出て数週間で症状が治まるものについては認めたりするんだけども、それ以降もずっと出続けているものについては認めないとかですね。なんか本当この認めているものっていうのはまあわずかなんです。そういう意味でやっぱりこのワクチンによる被害じゃないかっていうことが実は言われていて、実はこの紅麹もですね、これも結局原因物質まだ発見されてないんですね。で、これだけ今皆さんも興味していく中で言うと、もうあのサプリメント飲む人やめた人が多くて、もう2割売り上げ下がってるっていうことで、サプリ飲まなくなってる人増えてるらしいんですけども、まあ、これもある意味ですね、製薬メーカーからすると、サプリってコレステロール下がるって言われちゃうと薬が売れなくてしょうがなかったんですね。だから本当に阿部さんっていう教授が日大の先生が発見して NHK でもやってましたけど、なんか阿部さんすごい製薬会社からお金いっぱいもらってるんですよ。で、今回阿部さんのお金の額っていうのは高資料としてすごいお金もらってるってことが分かって、まあ、ネット上では今なんでこんな阿部さんこんなあの小林製薬以外の製薬会社からこんなお金もらってるのって言われてるんですけど、本当にこのサプリもですね、紅麹の、うん、あのサプリが原因で腎臓疾患が出てるんじゃないかっていうのを小林製薬に通報したお医者さんですね。通報したお医者さん、あのお医者さん実はすっごい製薬会社から多額の高資料で献金もらっているってことが分かってきてですね。で、厚労省の審議会とかに出てきて話をする先生っていうのは大体お金いくらもらってますってちゃんと宣言してから審議会とかで発言するんですけど、マスコミ出てくる人っていうのはあのお金いくらもらってるかなんて全然調べないんですよ。別に公開もしないじゃないですか、お金いくらもらってるかって。で、それでテレビで発言してますってなくて、テレビで発言してる人っていうのはあのテレビ出てる先生今度使おうって言ってテレビ局の人知ってるんですけど、テレビ局とかラジオ局の人ってあんまり詳しくないんで、あのテレビ出てる先生うちにも出てもらおうっていう感じで出てるんで、そうすると同じ先生がどのテレビでも研究者として出てくるんですけど、じゃその先生いくらもらってるんですかっていうところまでちゃんと追求しておかないと、なんかテレビ出てる研究者だから信憑性あるなみたいなことで見てると、実は裏でお金もらってるみたいなことがですね、あの出てきているわけですと。だちょっと本当にこの紅麹なんていうのはもうずっと古くから、私たち発酵食品としても和食の発酵食品としてすごくやっぱり人間の体にとっていいものとして、で私たち受け入れてきたわけですよ。でそれをですね、やっぱり今納豆キナーゼなんて言って納豆菌っていうのはすごく今日本の人間の体にいいってことが海外でも見直されてきていて、納豆キナーゼとか腸内細菌の蘇生、蘇生というか腸内細菌にどんな菌が
自分たちの体にいるか、まあ、菌と一緒に生活してるわけですね。でその菌がいかに私たちの腸内細菌っていうのが免疫にすごく機能しているかっていうことが大阪短大でですね、大阪大学にこうかなり研究進んできて、で研究した論文の成果がですね、実は今もうジョンソン&ジョンソンという世界一の製薬企業に買われちゃってるんですけど、研究成果が、要するにこれからもう腸内細菌のやっぱり免疫がいかに自分たちの健康に影響しているかっていうことが本当に研究の今最先端なんですね。で私たちはもうそれ普段食べてきたわけですよ、食として。でそれが実は腸内細菌と同じように土の中の細菌もやっぱりそういう私たちの生態系を作っているだけじゃなくて、やっぱりその自然循環を良くしてくる意味で、やっぱ菌根菌っていうのがやっぱりいかにこの植物に土からの栄養を届けていたかっていう菌の役割っていうのはすごく見直されていて、やっぱり農薬使ったりすることで菌も死んじゃってたんですね。でそして菌が死んじゃって栄養を取り込めなくなった植物に対して無理やり肥料を与えてたわけです。でそういったことをやっぱり農業としてやってきたことがどうなのかっていうことで、実はリンなんか撒いてたわけですけど、そういったものっていうのは戦争と実はすごく直結してまして、戦争で大気中から窒素を集めて、窒素を集めて爆弾作ってた技術っていうのがドイツで開発されて、戦争はその爆弾使わなくなって余った窒素をじゃあこれ土に撒いたらどうだということで肥料化して、戦後なんですよね、この土の肥料にするっていう農業が始まったのは。だから本当に私たちが今まで農業を長年水田で営んできて、やっぱり日本がやっぱり土が枯れずにですね、土の栄養が枯れずにできたのは水田のおかげなんです。そして水田っていうのがやっぱり湿ってたから菌が繁殖して、菌がやっぱり私たちの農業を豊かにしてきたはずなのに、それを戦後その窒素をばらまくようになって、その結局その、栄養を無理やり与えられた植物っていうのがやっぱり病気に弱くなって、で農薬使ったりその肥料を使ったりっていうことでないと育たないっていうことになってましたけど、まあ、福岡先生っていうね、麦から米のことからずっとやってた福岡先生っていうのが、福岡正信先生ですね、笑い一本の革命っていう、はい、その本当に自然農家をやってた先生っていうのは、はい、アフリカでもアジアでも大変有名な日本の農業の方ですけども、本当にこれからの農業というのはそういった農業を見直されてきているというところと、実はこの体と土っていうのは腸内の細菌と土の細菌というのはやっぱり似てきているというのはすごく今言われていまして、まあ、ぜひそういったものをですね、やっぱりこれから生かしていけるように、日本の良さってすごいいっぱい、和食もそうですけど発酵食品にあったんですね。だから今回の紅麹叩きっていうのはある意味で、僕もすごくその食品の問題すごく扱ってきたんですが、裏があるんじゃないかということを言われてまして、この発酵食品を潰すために、ね、ある意味こう薬を売りたい人たちから仕掛けられてるんじゃないかということも言われ始めています、まあ、それは新しい言い方で全く全然そういったことは言われてませんけども、これからそういうね、多分ちょっと見方もいろんな見方を、ちょっとそれが正しいか正しくないかじゃなくて、いろんな多観点の視点の、ね、やっぱりいろんなところから見るということがこれからやっぱり大事かなと思いますので、まあ、ぜひこういう自分たちの伝統食みたいなものを、ね、しっかり持っていけると、今かかなりいぶりが作れなくなっちゃうんですよ。そうなんかね、それはちょっといぶちの漬物のね関係をね、はいはい、あれは秋田ですね、いぶりがでも、はい、この庄内でも漬物をね、漬物を作っちゃうと思うんですけど、漬物もこれハセップといって、食品の安全をやっぱり守るためにその基準を結構厳しくしちゃったんですね。作る工場の中の、衛生基準みたいなのを厳しくしてて、その普通に作ってた漬物とかが普通にスーパーとか売れなくなっちゃうんですね。それをこう今までは売れたんですけど、それを厳しく基準しちゃったので、その大企業しか作れないみたいになってくると、農家で作ってる漬物や梅干しを産直で売れなくなっちゃうっていう状況になって、一応ね、うちは確認したんです、朝日のクルーに確認しました。で、一軒のおばあちゃんの漬物はもう諦めることになったんですけど、5軒ぐらいのところはグーがそのきちっとその基準を満たした加工場になってて、なのでこれからも
販売できますって、そう、あれ認可制になったのか、そう、ちゃんと保健所に届け出が必要になったんですね。そう厳しくなったんですけど、グーではそういうことでした。あのちょっとだけ安心したんですけど、でも本当はいろんな、ね、基準が、あ、じゃあみんなで加工所使ってるから、そうそうそう、共通の加工所でやればできるってことですか。そうそうそう、そういうことでした。あ、本当、ね、川田議員はまさに薬害の、薬害一番あの国会で追及している男なので、薬害関係非常に詳しいし、ワクチンの問題って誰も触れたがらないんですよ。巨大なお金が絡んでるからだと思うんですけど、誰も触れたがらないし、さっきの風車の問題も、県会議員も国会議員も山形県内誰も問い扱ってくれないんですよ。今巨大な資本が動いて、もうユーザーでガンガンやろうとしてて、誰もなんかそれにおかしいって言ったの僕だけみたいな話になってるんですけど、やっと国会で取り上げてくれたのが川田議員で、あの何にもこうね、なんて言うんだろう、あの、うん、制限されることなくって言ったらいいか、本当、あの本当におかしなことをちゃんとおかしいって言ってくれる議員の存在っていうのは非常に大きいですね。あの、なんかやっぱ長いものが壊れると、なんか体制抑制的になっちゃうっていうのが、この日本の政治の、まあ、いろんなところに出てくるから、本当にあの今日の新聞を見ると皆さんもお分かりの通り、所得租税特別措置で結局あの今あの、まあ、トヨタしか今分かってないんですけども、新聞の取材でも、あの税金が減税されている大企業というのは、研究開発費とかですね、いろんな名目でもって減税されている企業というのはいっぱいあるんですけど、その160社ぐらいかな、ちょっと今日の新聞に載ってましたけど、とにかくその減税措置を受けている会社というのは大企業がいっぱい受けているんですけど、その10社があのかなりの占めてるんですが、その減税措置を受けている企業で、その2番目がトヨタなんですよ。でも1番目の企業も10番までの企業も全然分かってないんですけども、その減税措置を受けている企業でもって、2兆円だったかな、本当ちょっと今すごい額の減税措置を大企業が受けてるんですよ。でそれでいて私たちの消費税増税なんですよ。本当この今、今朝の新聞 の, あ の, あの子育て支援金の法案もね、これも負担額公表が消極的っていうのが今朝の新聞でしたけれども、それと同じぐらい大事なニュースがですね、この所得っていって、租税特別措置といって、あの法人税減税、まあ、政策減税っていうことですけど、この法人税優遇で、減収 2.3 兆円分。2.3 兆円分法人税減税してたんですよ。でもじゃあそのどこの企業に法人税減税してるのかっていうことは公表してないんですよ。他の国では公表されて、ちゃんとじゃあ減税した分ちゃんと政策効果あったんですかって検証までしなきゃいけないのに、その検証もできないっていうのが今の財務省なんですね。だからここもね、本当ちゃんと追及しなきゃいけないなと思っているんですけど、 2.3 兆円も減収しているのに、じゃあその減収分がちゃんと政策効果あったんですかっていうところが生かされてなくて、ではどの企業を減税するかっていうのは、その政府の税調とか与党税調っていうところが恣意的にこの企業は減税してやれって言って、誰かが通の一声で減税になってるんですよ。で総が全然出てこないんですよ。でこの減税企業は多分自民党に献金してるんです。そういうその裏金がまた新たな裏金みたいなのが出てきてて、やっぱ本当にこの大企業優遇っていうのをやっぱ本当に改めていかないと、やっぱ本当に日本の税収もひどいことになってるし、税金の使われ道もひどいことになってるし、私たち庶民のやっぱり税金や社会保険料ばっかりどん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 やっぱりこう上がってる、やっぱり今のこの現状をやっぱりちゃんと伝えるっていうことはやっぱりね、しないといけないと思うんですけど、これは朝日新聞の一面ですけど、うん、法人税優遇減収 2.3 兆円ってやつ、これやっぱ本当に大きいので、やっぱ本当こういったことがもっと明らかに、これ企業コードしか明らかになっていない、企業名が分からないんですよ。で企業コードは毎年変わるんで、どの会社がどの減税を受けているか実は分かってないんです、うん、
こういう国会議員も実は分かってなくてですね、要するに追及ができないんですね。だから本当に言うべきことを言えないっていう状況になっている。このやっぱり情報公開をしっかり進めていく。海外は公開されてるんですよ。情報公開一番進んでないのは基本的に、ね、ぜひそういった時に声を上げていけるようにやっぱりしていかなきゃいけないなと思っております。はい、何か分かりませんか。もう最後です、時間がある。だんだん2時間経っちゃう。今日も2時間、すいません、皆さんの時間、こんな貴重な時間をいただいて、僕はありがとうございます。ね、情報公開全然進んでないのは日本だし、いろんな、なんか、こんだけ問題あってもなかなか解決しない、してないのは日本だし、で、いろんな問題あっても、投票率が 50% みたいな話になるのが日本で、スウェーデン 80% が当たり前なのに。だからその政治との、ね、やっぱ距離が全然こう遠くて都合のいい人たちのための政治になってるっていうことかなと思ってて、なのでなんかもっとぶっちゃけ分かち合ってこの政治を語り合えたらなっていうふうに改めて思ってます。なので、川田議員にも今度はこの堤美香さんも一緒にこの鶴岡にいらしていただいて、いろいろ語り合う機会も作りたいと思いますし、本当私もこの分かち合うっていうのがすごいやっぱり今もう一つのキーワードじゃないかと思って、自殺3万人から今2万人台になりましたけど、このいつの間にか孤立してしまう、私もそうですけど、いつの間にか孤独になっちゃうで、なんかもうねっていうこともそうだし、なんかこう話してみたら、あ、なんか通り越し苦労じゃったみたいなのが結構あるし、みんななんかこう怖いものに見えてても全然語り合ってみたらそうじゃないみたいなのが最近も特にそうすごく感じて、こういうようになってて、そう分かち合う社会っていうのをやっぱ鶴岡からもきちっとこう作っていきたいなっていうふうに思っているんです。で、対話を掲げている皆川姿勢のもとで、対話って分かち合うことなんだけど、対話の仕方自体が僕らもなんかよく分かってなかったなみたいなのがあって、よく物事聞くことだし、そのまだまだ分かりやすくないかもしれませんけど、もっともっとぶっちゃけ皆さんにお伝えをし、皆さんの意見をできるだけ姿勢に伝えていくって私の役目を果たしていきたいなというふうに思っております。はい、ということで本当長い時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。アンケートみたいなのがもし書いていただけると、あとでまたメールで、本当にもう郵便料金上がっちゃってきてですね、本当に今まで郵送で送ってたんですけど、もうそれもなんかこれからどうしようかなっていう、本当に今ちょっともう、本当は紙でお届けしたいのですが、もちろん郵便、書いていただいた方には郵便でお届けしますので、もう正直ですね、まあ、でも本当、これから手紙を届けることも、もう本当にままならないような思い込まれてきておりますが、まあ、ぜひ皆さんにも協力していただきたいと思います。ぜひ書いていただいて、また引き続きまた膨らんでいただきますので、お願いいたします。はい、今日皆さんにお伝えできなかったことも、いろいろあって百条委員会の問題とも今回結構軽くして書かせていただいてるんですけど、これどうだったのか、話すお伝えできることとお伝えできないその秘密会員の中のこととかよくあるんですけど、できる限り質問なんかいただけたら答えてきてますし、ぜひ、ご意見ご質問などいただけたらと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。先ほども、まあ、風車の騒音のこともまたぜひ、ね、環境委員会にいらっしゃる川田議員にまたご活躍いただきたいと思いますし、このやっぱそのユーザーでなんか皆さんね、本当次の産業だっていう感じで県も国も洋上風車のこと、僕も風車賛成なんですよ。原発反対なので風車賛成なんですけど、作る場所を間違えると騒音で、本当川田議員がさっき言ったように住めなくなるかもしれないことになっちゃうので、そうじゃなくてちゃんと世界の常識通りのちゃんとした再エネを進めるということをやりたいということで、提案をこれからも続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。